ゆかチャンネル。はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと。すんちゃんです。今日は7万人記念の Q&A 第2弾。2弾です。続けていこうと思います。それでは見ていきますか。はい。One day can you guys come to Brazil? I think you will have a lot of fun. Kisses from RJ. Rio de Janeiro? Brazil. Brazil. Probably, yeah. If we have chance, we would love to go. When we go to Brazil, please come to the airport and say hi to us. 次、私も日韓カップルなのですが、長く付き合うとうまくいかなくなる時期とかありませんでしたか？だから喧嘩いっぱいした時期がやっぱりバックホームを建てる工事の時。そうだね、初めて、うん、だからお互い多分仕事でイライラしたりうまくいかなかったりとかして、なんかそこがやっぱ安定してないと結構喧嘩につながったかなと思います。そうだね、そこだけかな。なんか倦怠期とかはないんだよね。ないんだね、うん、次、婚活とかってされてましたか？私はしてなかったな。なんか多分お互いまだ結婚考えてない時に出会ってるから、結婚を意識して出会ってはないかもしれない。そう、最初は結婚考えてなかったけど、会ったら結婚したいって思った。思った。そう、うん、次、日韓カップルのクリスマスってどんな感じですか？はい、すごいですね。日韓カップルのクリスマスは楽しいですよ。やっぱ楽しいよね、クリスマスは。クリスマス好きだからね、うちら。ほら、もうクリスマス準備してさ。まだまだだけどね、もうクリスマス2人クリスマス好きでさ、カップルだからさ、うん、うちらは一緒に住んでるけど、クリスマスだからお互いに会いに行くか行かないかじゃない？だからすごいいいんじゃない？確かに、なんかいいホテルとか行ったりとか。いや、エッチだね。違う。すごいいいな。いいな、本当に。なんかね、別々で住んでさ、日本と韓国、うちらも一回してみた方がよかったね。遠距離。次、いつも動画見てます。日本が恋しいなとか、ホームシックみたいになることってありますか？日本、なんていうか、ミスジャパン。いや、ありますよ。あるんだ。お前に聞いとらんがな。ゆかはあんまないと思うけど、なんか私はね、ある、ありますね。確かにゆかはあんまりね、あんまりないんだよね。たまにあるけど、うん、あんまりない。っていうのは、私の家族結構頻繁に遊びに来るんですよ。なので会えてるのね。だから、うん、でも家族じゃなくてさ、なんか日本、日本とかさ、それがおもろないね。ゆかのなんかそころはなんか昔のとことか。そう、ないのよ。ないんだ、うん、冷たいね。私はいっぱいあるけどね、盛岡の温泉とかさ、よかったね、盛岡の温泉、女風呂入ってさ。私実はね、女風呂入ったことあります。次、 Would you ever want to move to America? If not, why? Absolutely, we want to move in America. Yes. So probably when my baby... Oh, yes, 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 yes. Like going to high school or... Yeah. Yes, yes. When he is high school or something, we want him to go to United States to learn English or something. Then we go going together. Yay! 次、 What was your dream as a child? Game. Pro gamer. Ah, me? Yeah. Ah, yes. Pro gamer. Like pro gamer because I... He was good at it. Or like BTS. And you? Me? アイドル。モーニング娘。モーニング娘。本当にオーディション行ってるけど。Japanese idol. I applied it and of course I failed it. すごいブスだったの。昔は本当にブスだった。ぽっちゃり、ぽっちゃり、ブス、ギャル。次、私も今妊娠中で髪の毛がプリンなんですが、はい、子供のことを思うと染められません。どうしてますか？これすごいわかります。私も今のね、髪色なんですかってすごい聞かれるのね、うんうん、インスタで。でも本当に何もしてなくて、染めてもうどれぐらい経ったの？1年以上はもう経ってるし、私も結局美容室で妊娠中何をしたかというと前髪を切っただけなので。そうです、なので同じです。私も子供のことを思って、もちろんね、今全然カラーとかパーマとかできると思うんだけど、でもなんかね、チップチップそう、うん、まあここまで来たらね。そうそうそう、もうなんかまあいいかな、頑張ろうかなって思って、あとちょっとで生まれるし。そうです、うん、なので今のところ私も我慢してるかなって感じです。 次、子供に着せたい服ってどんなものですか？ヒップホップ、最近のヒップホップの服。昔のヒップホップじゃない、オフセとかダベイビーとかそういう感じの
めっちゃかっこいいなと。私は男の子じゃないですか。でも青は着せたくないの。なんかね、こうニュートラルな色を着せたくて、ベージーとか、なるほど、ね、そういういろんな色を着せたいです。次、私は最近自分で紅茶を入れて飲む時間が好きなのですが、すごい、えらい。お二人の好きな時間はありますか？あ、一応私は寝る前の二人の時間が、二人でコーヒーショップ行ったりとか、女子でも本当に一番幸せな時間は二人になって二人のその時間をがっつり試すと。すごい。次、아이가아빠닮았으면좋겠어요아니면엄마닮았으면좋겠어요これははっきり言えます。はい、顔は床で、体は私、性格は私。確かに、はい、床はダメ。日本を離れて韓国に住む勇気を私も欲しいです。仕事など不安が多くて踏み出せません。どうしたら一歩踏み出せますか？これはね、もうね、あんまり考えないことだな。考えすぎちゃうとね、進めな、考えちゃうよ。あのね、私今結構長生きしてないけど、うん、まあ、友達といろんな経験があって名言があるんじゃないですか。うん。あの、私の友達の中で一人いつも言います。なんか15歳から会った友達なんですけど、いつも考えてみるわとか、考えてみるねって言って、じゃあ本当に今回真剣に考えてみるって言って、もう15年経ったんですからね。そう、だからね、考えすぎちゃうとやっぱり怖くなるから。だからもちろん、まあ、でも難しいと思うよ。仕事の状況もあるし、いろいろ家族の状況もあるだろうし、でも、もし本当に行きたいんだったら行った方がいいと思う。私もそう思います。はい、やってみなきゃ分かんないんですね。次、こんな感じかな。はい、はい、それではあと10万になったからかな。そうだね、 あと本当に10万まで頑張って進んでいきたいと思います。はい、今までうちらのチャンネルを見てくれたファンの方、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。またこれからも続けて頑張ってみます。はい、はい、いろんな、なんか TikTok とかさ、いろんな国も見てるので、まあゆかがちょっと調子良かったら英語の字幕も頑張るので。はい、はい、なのでこれからもよろしくお願いします。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。Instagram と TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。ありがとうございます。次の動画で会いましょう。はい、バイバーイ、アンニョン。